はい、お集まりの紳士淑女の皆様、大変長らくお待たせしました。はい、ファイアーエンブレム続きをやっていきましょう。ちょっと最近切りどころが分かんなくてね、ちょっと動画が挨拶なしに終わったりすることもありますけど。これより来たる舞踏会に先立ちまして、舞踊の学級対抗戦白鷺杯を開催いたしますぞ。判定人はこの私、不詳アロイス・ランゲルトとミッテル・フランク歌劇団の元歌姫マヌエラ・カザグランダ。よろしく。当然だけれど、私は自分の楽器を贔屓したりしないからね。そして漆黒の闇に舞う華麗なる刺客、シャミア・ネーブラント。以上3名により厳正公平に判定いたします。それでは各学級の代表者は壇上へどうぞ。さあお三方、楽団の方々も準備はよろしいですかな。やべえ、勝てる気がしない。このメンツか。それではお願いします。普通に考えればドロテアちゃんだよね。お三方とも素晴らしい踊りでした。それでは早速判定に入りましょう。私はルーベンクラッセかしら。マジでマヌエラちゃん、なぜだ。でも感動的でドキドキしたわ。私はアドラークラッセ。あ、そりゃそうだよね。動きのキレは大したものだ。なるほど。さらに私アロイスの判定も加味しまして、はい、決まりました。それでは発表しますぞ。今年の白鷺杯の優勝楽級はルーベンクラッセに決定。マジでなんでアロイス絶対こいつひいきしてるでしょ、フレンちゃんだから。私お稽古のたまものですわね。クレンがドロテアに勝てるとは思えないんだけど。それでは最後に参加してくれた生徒たちに今一度盛大な拍手を。あれ終わり、これで早かったな。なんかフレンが白鷺杯で優勝したことにより踊り子の資格を獲得しました。剣の前、剣回避20獲得。いや、白鷺杯なんか大したイベントじゃなかったんだね。ディミトリーの誕生日です。これはもうどうでもいい。ええ、よし、ここも OK です。上達してきたみたい。リザーブ、ライブを覚えて、アネットが歌姫だったから。指が1、あなたの働きに感謝します。白鷺杯は今年も盛り上がったようですね。いや、大して盛り上がってなかったけどさ。あとは舞踏会を待つだけです。まあ所詮舞踏会の前座だからね、白鷺杯は。じゃあここどうしようか。講習受けますか。参加者、自分も参加したいんだよな。マヌエラ先生、どうしよう。ハンネマン先生は弓とかか。参加者がいっぱいいるね。馬術とかは、馬術いなくね。だったら散策して普通に講習、あ、そうか、講習はでも他の人も受けられるっていうあれがあるのか。ちょ、マヌエラ先生お願いします。カトリーヌとか寝てねえかあいつ
経験が身になった。デザイア覚えました。何事も経験だな。物になってきたかも。術とかはいいよ。そういうことでしたのね。生き延びるためには大事。参加者の50アップレベル、レベルじゃねえや、やる気。年に一度の舞踏会とあって、どの学級の者も皆すさまじい気合の入りようだな。え、舞踏会って別になんか競うわけじゃないでしょ。この前の白鷺杯と違って。殿下、他人事のようにおっしゃいますが、明日の舞踏会は全員参加とのことです。そうだったな。気が重い。こんなところでお前と意見が合うとはな。舞踏会で女と踊るよりも訓練場で剣を振っていた方がずっといい。え、殿下もフェリックスも冗談でしょ。学校中の女の子と踊り放題なんですよ。そんな最高の日に野郎同士で剣の稽古、正気の沙汰とは思いませんね。僕は舞踏会結構楽しみですよ。こんな機会めったにないですから。よし、よく言ったアッシュ。明日までに女の子の口説き方をみっちり仕込んでやる。これ一日で覚えられるもんなの？ぜひ教えてくれ、シルバー。いや、僕はどちらかといえば踊りの方を教わりたいんですけど。踊りなら心配ご無用。私が教えてあげるよ、アッシュ。せっかくの舞踏会だもの、お化粧くらいはしなきゃよね、イングリッド。そうですね、努力だけはしましょう。よし、それじゃあ明日の朝はイングリッドの部屋で集合ね、メイチェ。いつかまた全員でこうして集まれたらいいんだがな。良い案ですね、殿下。でしたら5年後はいかがです？5年後？ああ、ガルグマクの千年祭の年か。その頃にはもう殿下のことは陛下とお呼びしなくてはならないのでしょうね。ああ、そっか、分かってはいたが、なんか遠い人になっちまうんですね。勘弁してくれ。立場が変わろうと俺は俺のままだ。俺だけじゃない、きっとその頃には皆それぞれ窮屈な身の上になっていると思う。だが千年祭はこれまでにない規模の祝祭だと聞いているし、ここを訪れるのにはちょうどいい口実になるのかもしれないな。それって同窓会ってやつですよね。楽しそう。私大賛成です。もちろんその時には先生にも来てほしい。先生あってのルーベンクラッセだからな。多分とか。まあ行きましょう。よかった、それじゃあ決まりだな。だが万一俺がここに来られない時にはまとめ役は先生に任せたい。必ず来い。そうよ、王様の仕事が大変なのはわかるけれど、諦めるのが早すぎるんじゃない？中には仕事をしない王様もいるからね。そうすればいいんじゃないか。そうだな、すまない、約束する。俺も必ずここに戻ってこよう。ちょっとイベントが続くね。
じゃ、逃げ出してきたのか。ま、随分ともみくちゃにされておったからな。人気者の先生はつらいの。羨ましい。つらいとか、いや全然つらくない。次から次へと踊りたいという生徒が現れたではないか。まったく。ああ先生、どうしたんだこんなところで。え、だってこれさ、エーテルガルトと踊らないのか。やめておく。俺は子供の頃にエーテルガルトから踊り方を教わった。気まずいだろ。エーテルガルトから。先生、以前彼女と俺が義理の師弟だという話をしたな。彼女の実母と俺の継母は同じ女性だが、子供の頃の俺はそれを知らなかった。母上は俺をまるで本当の息子のように大切にしてくださったが、いや、だからこそ彼女の存在を俺にほのめかすようなことはしなかった。俺たちは違う国で生まれ、違う国で互いの存在を知らずに育ったんだ。だが幼い頃の1年と少し、俺と彼女は友人だったことがある。友人？ああ、俺たちは互いの身分も素性も知らないまま出会い親しくなった。彼女とアランデル公がまだ王国で暮らしていた頃の話だ。二人がなぜ王国に？亡命してきたんだよ。帝国内でも揉め事が続いていた時期だったからな。父についてアランデル公の屋敷を訪れた時、俺は退屈そうにしている彼女と出会った。最初は気難しくてわがままなやつだと思ったが、すぐに打ち解けたよ。踊り方を教わったのもその頃だ。彼女の指導はなんというか厳しかった。ほら、足が違うわ。そこで出すのは右足でしょ。エル、もう日が暮れるよ。俺そろそろ帰らなきゃいけないんだけど。彼女が国に帰るまでの1年は本当に楽しかった。なあ先生、今考えても情けない話なんだが、俺は彼女への選別に何を渡したと思う？いや、そんな知らん。探検。よくわかったな。一応意味もあったんだぞ。昔からファーガスでは剣を未来を切り開くものと考える。彼女は不自由な生活を強いられていたから、望む未来を切り開けるようにと。まあそれもこれも昔の話だ。あの時の少年のことなど彼女はもう忘れただろう。また仲良くすればいい。もう遅いさ。何もかもあの頃とは違う。彼女も俺もな。それにしても肩が凝るな。こういう催しはやっぱりショーに合わない。だがそろそろ会場に戻らないとな。じゃあ先生、また後で。してどこへ逃げ出すつもりじゃ。修道院の中はどこも浮かれた生徒で。なるほど、女神の塔というわけじゃな。え、勝手に入れんの？あれか。こんなところにいたのね。多分好感度の一番高い人を今ロードしてたんだな。大広間中探し回っても見当たらないから、どこへ行っちゃったのかと思ったわ。ちょっと疲れた顔してるわ。やっぱり人気者は大変ね先生。疲れた。そうよね。
それじゃしばらくここでのんびりしていましょうか。ねえ、知ってる？先生、女神の塔の言い伝え、ここで交わされた約束は女神様が成就させてくださるんですって。うん、聞いたことないね。初めて聞いたよ。あらあら、ダメよ先生、生徒の話題にも敏感でいなくっちゃ。そんな言い伝えがあるから仲のいい男女は二人でここへ来るのよ。これからもずっと一緒にいようとか、そういう約束をするためにね。ここへ来る途中にも女の子を女神の塔に誘おうとする男の子を見かけたわ。なんだか素敵よね。先生はそう思わない？でもこれでさ、ちゃんと誘えたっていうことはもうオッケーっていうことだよね。いや、メルセデスちゃんはたまたまいただけだけど、まあそうだね。そうよね。だけど約束を交わした子たちがずっと一緒にいられるとは限らないわ。この士官学校には貴族が多いでしょ。自由に結婚できる人なんてほんの一握り。それでも一緒にいたいと思うからこそ女神様にお願いするんでしょうね。ところで先生、誰かと相引きの予定があるわけではないわよね。メルセデスが来るのを待っていたとか知らん。さっきさ、塔の噂なんて知らんって言ったところだからな。まあ予定はありません。そう、よかった。私お邪魔しちゃったら悪いと思って。あ、いけない。そういえば私先生を探しに来たんだったわ。実を言うとね、踊りの相手になってもらおうと思ったのだけれど、でも騒がしい大広間で踊るよりこうして先生と一緒にいる方が楽しいかも。先生、もしよかったらもう少しだけここでお話ししていましょうよ。ありがとう先生。みんな楽しそうじゃの。お主はもう踊らぬのか？っていうかさ、こいつ鎧着て踊るの？今更だけど、見守るだけでいい。そうか、つまらぬやつじゃ。わしに体があれば限界まで歌って踊るというのにな。おや、お主と同じく見守るだけで良いものがあそこにもおるの。レア。うん、わしは退屈じゃ。あとを追わぬか。用はないとか、なぜ？さっさと行け。お主もあの者の真意が気になると言うておったではないか。ん？かすかに歌が聞こえるような、あちらからじゃな。私が誰かに歌って聞かせていた。これは私が作った。
と打った。いや、そのようなことあるはずが。仮にそうだとして、なぜあの者が知っておる。まさか。いかん、急に眠気が。なんじゃ、お主もか。とく寝床へ。何か術をかけられたか。日付またいだんだけど、え、どういうこと。まあいいか、課題出撃行きましょう。旧礼拝堂救出船、ジェラルトと共に調査に当たったはずだったガルグマクの廃区画、そこに魔獣が出現したとの急報が入った。予期せぬ事態に一行は急ぎ駆けつける。旧礼拝堂救出船。団長どこです。団長を見なかったか。仕方ない、貴殿だけでも。戻ったぞ。悪い、前の任務が長引いてな。おお団長、大変です。礼拝堂のあたりに魔獣の群れが現れたと知らせが。そんなバカな話があるか。城郭が破られたって報告は聞いてねえぞ。だから急ぎ確認に向かおうと。団長も行きますよね。当たり前だ。礼拝堂は俺とこいつが警戒と調査を命じられてた場所なんだよ。どこから来た。妙な話だが、その前に複数の生徒が礼拝堂の方に行くのを見た者がいるのだ。どうも様子がおかしかったらしいから、正気ではなかったのかもしれん。で、それより数刻後、魔獣がゾロゾロ現れたという話なのだ。え、生徒は食べられた、殺された。なんかどっちにしろ死んでね。まあ殺されたは殺されたけど、食べられて生きてるわけないじゃん。魔獣が外から侵入したはずはねえ。もしかすると、まあ今は考えるよりも行動だ。お前はすぐに学級のガキどもを招集しろ。ったく、お前に話があったんだが、落ち着く暇もねえな。まあ別に急ぐ話でもねえ。俺は先に行ってるぞ。では行きましょう。敵の全滅、味方の全滅、またはジェラルトの敗走。確かに魔獣どもが嫌がる。出所は礼拝堂と見て間違いねえだろう。俺は礼拝堂に向かう。お前らは逃げ遅れた生徒たちを保護してやれ。助けてくれ。魔獣が、魔獣が、誰か来て。魔獣め、こっちに来るな。あいつらなんであんなとこにいんだよ。どうさ、近い、行けますよ。計略、計略の範囲が本当に把握できてないからな。よし、魔獣の注意を引きつけて、ええ、いけるわ。メルセデスちゃん、ちょっと、はい、頑張ります。範囲の広い魔法が欲しい。焦らず戦おう。右側は、あれ、これ宝箱じゃん。アッシュを浮かせるか。宝箱要員アッシュ、切り込むか。このまま上に切り込んでいこう。これこいつだ、魔獣こっちに来るの。どうする。はい、出ます。イングリッドちゃんは一応縦横無尽にかけれるように。出るぞ。フェリックス、左から左上の方に行こう。さあ参りましょう。フレスとか、アネットちゃん、こっちでいいか。行きます。回復してるし。攻撃食らうとなんかな、フェリックス以上みたいになるんだよな。上に向かっているこいつも生徒狙いか。あの魔獣、額に石みてえなもんが。モニカ、
通に攻撃してんな。こいつは計略か。ここだけか。いや普通に攻撃しよう。そう銀系をね持たせられるやつは持たしておいたんだよな。計略ここまでか範囲は。アッシュは宝箱用意でしょ。フレンちゃんなんとなくついてくる。イングリッドはちょっとこっからじゃあ計略でもやって続こう。壁を破壊するか。さらに あと1個だけか。ディミトリーでここを破壊してかわせるか。難しい。まあいいや。お生徒。やっぱり魔獣の正体は生徒だったか。しかし何だってこんなことが。え今の生徒どうなったの。救出したでいいんだよね。こっちがちょっときっちいな。シルバンでここを破壊して。いや勝ってこいつ。あ攻撃力下げられてんのか多分。メルセデスちゃんもファイヤーでどうだ。えよいしょ。うわ炎のプレスマップ兵器か。ゲッツイエ。こんな生徒すぐやられるに決まってんじゃん。なるべく注意を引きつけないといけないな。こっち側に。あ回復してる。やるな。攻撃銀一応倒せるは倒せるけど。どうする。殺しにかかるか。注意して進みましょうね。いや殺しにかかろう。許してちょうだい。ありがとうございました。逃げ遅れた友達も無事でしょうか。いや君が一番最初で助けたのは。薬草は一人一個持ってるからな。ちょっと使っていこう。傷薬か。よしここ破壊しよう。もう銀剣で迷いを晴らす。カトリーヌの方があった。副官でね。副官めっちゃ上がったし。これでまたレア様の役に立てるってもんだ。右上の人がやばいんだよ。だからこいつ宝箱ゲット。癒しの杖。癒しの杖その何本もいらないんだけどな。うわあ。プレス19。しかも燃えている。ジェラルト強い。あちゃ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 。手が悪かったな。怖かったよ。絶対お礼しますから。期待してるぞ。お礼を。え、直
超回復してんだけど。さて注意をこっちへ引きつけよう。経歴使う。戦況を覆す。よし、一応再移動ができる。あれ、ここもう魔獣が3人だけ。これを助ければもう終わりかな、このマップは。一応進んじゃったけど、ライブで回復しとこう。悪く、うん、で足も一応進むは進んでおこう。もうこれでいいや。さあ来い。遅い。いや、もったことも。よし、これで決める。残り1。アッシュ遠距離攻撃できるからな。銀弓でいこう。あいて、こいつも遠距離攻撃できた。ミキミキだ。もう決めちゃう。銀槍でいいでしょう。槍 A。 身についてきたようです。すみません、危ないところでした。お前は一番危なかった。確かに。でもなぜか回復してたからね。助かった。ありがとうございました。力の雫、ダークメタル。戦い自体は早かったな。礼拝堂には何の痕跡もねえか。だがルミール村の件と無関係とは思えねえ。おそらく奴らが。待ってください。ああ、まだ逃げ遅れた生徒が残ってたか。さっさと戻んな。はーい。うざいんだよね、おっさん。私の素敵な計画を邪魔してくれちゃってさ。戻した。さっさと戻んな。はーい。果たしてもらわねばならぬ役目があるのでな。すまんな。これ以上一緒にいてやれそうにない。初めて見るお前の涙が俺への手向けとは。嬉しいやら悲しいやら、ありがとうな。ジェラルトの部屋か。お主まだ泣いておるのか。
時を戻す力を持ってしても救えなかったとあらば、もはや定めと諦めるほかあるまい。仇は必ず撃つ。うん、あの邪悪なる者たちをこのまま野放しにしておくわけにはいかぬ。そうじゃ、ジェラルトが探せと言うておったのはその棚の裏ではないか。これはジェラルトの日記のようじゃ。顔に似合わずちまちました字を書きおる。見よ、これはお主が生まれる前じゃろ。随分と前から書いておったのじゃな。ん？そこを読んでみよ。1159年綱弓の節。綱弓の節、二十の日、曇り。あいつの死がまだ現実のこととは思えない。子を産む際にあいつは命を落としたとレア様は言っていたが、本当にそうなのか。そしてあいつが自分の命と引き換えに産んだ赤子は産声さえ上げようとしない。角弓の節、25の日、雨。相変わらず赤子は泣きも笑いもしない。レア様は心配ないと言っているが、泣かない赤子なんて普通じゃないだろう。こっそり医者に見せると脈は正常だが心音が聞こえないなどと抜かしやがった。飛竜の節、二の日、晴れ。赤子を連れてここを出ようと思う。だが赤子には教団の監視がついている。レア様が何を考えているのかわからない。あれだけ素晴らしい方だと思ったレア様が今では恐ろしい。飛竜の節、八の日、雨。昨日の火災を利用して赤子が死んだことにした。レア様は異様なまでに焦っている。だが後戻りはできない。俺がこいつを連れ。赤子とはお主のことか。とすると、ん、誰か来たようじゃ。ここにいたのか。レア様が先生を探しておられたぞ。そうだ、謁見の後食堂に行かないか。あれからろくに食べてないだろう先生。なんてまだそんな気分になれるわけがないか。ジェラルト殿のこと力になれなくてすまなかった。落ち着くまでここにいればいい。ミナやレア様には適当に言っておく。うん、そうさせてもらおう。ああ、俺たちはずっと先生を待っているから。俺はな先生、立ち止まらずにいられる者だけが強い人間だとは思わない。立ち止まって死者を悼むことができるのも人間の強さの一つだと俺はそう思う。だがな先生、どんなに悲しくても涙はいつか枯れてしまうし腹は減る。自分は何をするために生きているのか、その目的にすがって歩き出すしかないんだ。目的。4年前、あの忌まわしいダスカーの地で俺もお前と同じ思いを味わった。誰よりも強かった父は俺の眼前で首を落とされて死んだ。誰よりも優しかった母は俺を残して炎の中に消えた。大事な仲間もかけがえのない友も俺は誰一人として救えなかった。死者の無念を晴らす、それがあの日ただ一人生き残った俺のなすべきことだ。その意志が再び立ち上がり歩き出す力を俺に与えてくれた。ジェラルト殿が亡くなった今、先生がなすべきことは何だ。先生の中ではもう心は決まっているんじゃないのか。一つだけ先生に伝えておく。先ほどセテス殿が騎士団を招集し大規模な捜索を始めるとおっしゃっていた。すぐにとはいかないだろうが、近いうち敵の足取りもつかめるだろう。誰が何と言おうと俺は先生に付き合うつもりだ。
最後までな。さて、あやつの言うように心が決まっておるのかの。ここに来れば日記はいつでも読める。残りは後で読むがよかろう。じゃが、そうか、わしには一つ分かったことがある。わしがお主と共にあるのは、おそらくは。待っていましたよ、誇り高き騎士を失ったこと。私も哀戚の念に耐えません。私にとってジェラルトは長年の同志であり友でもありました。長年とはどれくらい？とても昔とだけ言っておきましょう。その頃ジェラルトは王国の兵士でした。戦場で傷つき命の灯火が消えかけていた彼を私が助けたのが最初の出会いです。てかレア様、マジで何歳この人？年齢不詳なんだけど。以来セイロス騎士団の一員として聖教会のために尽くしてくれました。なぜ騎士団を辞めた？彼はガルグマクで一人の修道女に出会い、やがて二人は愛を育みました。しかし彼らの子が生まれるのと引き換えに修道女は命を落としてしまったのです。彼女は我が子と自分の命を天秤にかけ、子供の命を救うように私に託しました。彼はその事実を受け入れられず、赤子をあなたを連れて突然出て行ったのです。母親は何者かな？それはあなたの母親は私の。お話し中のところ失礼いたします。レア様、急ぎお耳に入れたきことが、周辺を張っていた騎士団からの報告になります。今日はもう下がりなさい。今は体を休め、心を静めることのみに専念するのです。いいですね？はい、というところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。モニカ結構口説きたかったのにな。なんか次モニカ口説こうかなって思ってたけど、ちょっと無理そうですね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。